ブリブリ1回2回は黙って受けて観察じゃないですか、はい、で自分はあこのピッチャーはこれがいいなあれがいいなで自分がいいとピッチャーが得意ってたまに違うとあるんですよ。えそうなの、はいはい、みたいな。あそうえそれだと例えばフォークであスライダーの方がいいんだな夜フォークえスライダーの方がいいよなって本当かなと思いながら、はい、でまあそう本人の意見は僕は聞き流してますけどで試合で試して、はい、自分の意見も言ってましたけどあなるほどこっちがいいと思うよとか、はい、まさに今そのコミュニケーションを取る時間、はい、あそしてこの花ドームのブルペンですがこれ10時45分ごろの映像鍵谷そしてその奥に高梨と、ね、この鍵谷もね、来シーズン今シーズンは完走シーズン完走すればかなり大きな戦力になりますから ね去年もちょっと怪我して不調やったの怪我なんかちょっとコンディション不良ということですが、ね、分長かったですよね河合君復活してくれるとね、はい、21試合の登板にとどまりました。その前の年は59試合投げています。振り返転でしたよね、はいまあ、勝ちも負けもビハインドもいければ7回でも8回でもというところですし、だからもう79の勝ち試合の3人作る勝利の方程式作るってもう一番それは大事なんですけども、はい、でも結局野球って1点2点で負けてることがあるじゃないですか、はい、それを抑えてくれて抑えるから8回9回逆転って生まれるわけですよね。流れを手繰り寄せるような、はい、そう6回とか1点差で例えば3対2負けてる時に行った時に、はい、2点3点取られたらもう向こうのが勝利の方程式がドーンと来たったらもうそのままああそうは言ってませんからね、はい、やっぱ1点2点で拮抗した試合で8回9回持っていけるとねそうなるとその、ブルペン陣の3人あとの3人ぐらいも重要になって負け試合を拾えることになってくるんだね。あそうですね、はい、だから1点差で9回もキャッチャーっていうのはドキドキしますからねまたパワー系並ぶとね、はい、打順の巡りによってはもう一発で試合がひっくり返ってしまうということもありますから、はい、ジャイアンツどうでしょう7回はどうするんでしょうか ねそれがこのオープン戦でピッチングコーチと監督の決断でしょうね、はい、誰にするのか高橋君なんかも左なら安定してますから ね、まあ、1人も来た時は右バッターも非常に抑えてたんですよね、はいもう対左のイメージ強いですが右も抑えてはいるんですよね、はいはい、去年は2割3分2厘ですけどもね安定してますよね、はい、今入念にピッチングフォームを、ね、52.14 ですからね立派ですよね、はい、25ホールド、まあ、それからリリーフに回るのであれば赤星であったり、はい、この辺りは7回あるいはロングもできるという2月にこうやってキャンプの選手たちの顔ぶれを見てシーズンを想像するとちょっとワクワクが止まりませんね。はい、本当そうなんですよ。はい。それから、まあ、阿波のピッチングコーチは2年目のサウスポーの山田なんかも非常にいいというふうに言ってましたね。非常にまっすぐが力強いんだという話をしていました。さらには昨日ブルペンでも投げていましたが大江あー、ねまあ、実績のあるピッチャーですからね、はい、今日朝から雨が降り続いていますのでこの花ドーム室内屋内での練習になっています。現在12時前ですが徐々に練習メニューも消化して、まあ、いつもよりは少し早く終わるのかもしれません。アーリーワークもそうですが居残りでバットを振り続ける選手だったりかなりこうジャイアンツの練習時間というのも年々長くなってきているように感じるんですが、でも実際も7時からもやってますからね、はい、昔みたいに4時やそれも3時とかで2時3時で終わっていいんじゃないかと思いますけどね、はいはい、それでもなお振り続けている選手もいる、はい、ということで、そうですね、はい、第2クール、今日、明日、明後日と3日練習を行って金曜日はオフ、そ
そして土日に紅白戦が組まれているという現在のスケジュールです。那覇行きの切符をつかむサバイバルのセカンドステージが始まったというこの宮崎での第2クールです。阿部慎之助コーチの姿も見えます。まあ、当初は紅白戦1試合の予定だったと聞いていましたが、それが2試合に増えたということで、まあ、ですからアピールのチャンスは単純に倍になったということになりますよね。はい、やっぱそれだけ選手を見たいということじゃないですか、はい、実戦を、ね、岩田さんどうでしょうか、ピッチャー陣で気になる戦力は誰かいますか、ね、ちょっと実戦で見てみたいなというような、